道後温泉の3つの里湯の魅力を PR する新たな動画が完成。出演は友近さんと西尾和夫さんです。あら、道後温泉で段取りしましょう。段取りしましょう。ちょうどよかった、私道後温泉の歌を作ってきたから、ちょっと歌うわ。歌、うん、ミュージックスタート。どうしたミュージックスタートって、どういうこと？今日お披露目されたのは道後温泉を PR する動画、道後のワルツです。松山市出身のお笑い芸人友近さんが歌を担当し、道後温泉本館、飛鳥の湯、椿の湯の3つの里湯の異なる魅力を発信しています。本館が有名だけど、飛鳥の湯も椿の湯もおすすめだから、飛鳥と椿と本館と三拍子揃えて三つのお湯で待ってます。どうもこのワルツ。動画には友近さんとプロアルバイターの西尾和夫さんの掛け合いもあります。いいリズムやね。世界に発信できる面白い動画になったんじゃないかなっていうふうにも思ってます。動画は今日から松山市の YouTube チャンネルなどで公開されています。